はい、ではね、今日 の、 世界宗教情報から始めたいと思いますが、今日はですね、2つ記事を挙げておいたと思います。でこれまで世界宗教情報で、扱ってきたですね、一神教絡みの記事っていうのは、どちらかというとちょっと事件性っていうか、ね、何かが壊されたとかですね、なんか弾圧されたとかですね、そういうちょっとこう、否定的なものがやっぱり多かったんですけれども、今日はですね、ちょっとこう、希望が見えるようなですね、そういうものを2つ紹介したいと思います。いずれもちょっと長いので、冒頭の部分だけをですね、まず、読んでみたいと思うんですけども、一つはですね、教皇聖地巡礼を終えてバチカンへということで、この間ですね、教皇がどういうことがあったのかということについては、結構一般紙もですね、報告というか記事をですね、たくさん載せられていましたので、皆さんもその一部を、ね、読まれたと思います。でここでは、どこを訪ねたとかですね、そういう詳細についてはもうお話をしませんけれども、一神教的な視点から見たですね、意義をちょっと紹介してみたい、読んでみたいと思います。はい、ではね、冒頭のところを読んでみますね。バチカン放送によると、3日間にわたる聖地巡礼の最終日の5月26日、教皇は早朝、岩のドームを訪問、ついでイスラム最高評議会の建物内で、イスラム教関係者と会見した。教皇は、ユダヤ教、キリスト教、イスラムにおいて尊敬の対象とされるアブラハムが、この地で生き、旅したことを想起。神の呼びかけに常に従順であったアブラハムのように、神が計画される未来に向かって常に私たち自身を開いていかなければならないと述べた。そして兄弟姉妹として互いに尊敬し愛し合い、神の名において誰も暴力を行うことがないように、平和と正義のために共に働きましょうとイスラム教関係者に呼びかけたということなんですね。で実際アッバス、パレスチナのアッバス大統領、それから、イスラエルのですね、ペレス、大統領などと、会ってですね、まさにこうシンボリックな会見をしましたけれども、ここでですね、注目すべきこといくつかありますが、やっぱり一つはですね、教皇自身がですね、このアブラハムの伝統ということに、明確にやっぱり言及して、3つの一神教のですね、和解と相互関係がすごく大事だということをですね、世界に呼びかけたということ、これはやっぱりすごく意味があると思います。でなぜですね、意味があるか、これは皆さんはですね、これまでこの授業の前半でアブラハムがどういう人かっていうことを学んでですね、それぞれの伝統のルーツに、歴史的なルーツにあるということを概ね理解されていると思うんですが、特にですね、キリスト教ではアブラハムっていう人はですね、普段なかなか理解されないというか意識がいかないんですね。やはりイエスであるとかですね、先ほど話したマリアっていうのがですね、圧倒的に存在感があって、自分たちの信仰的なルーツとしてのアブラハムということを理解しようとするモチベーションというのは、あんまり高いとは言えません。でそういうところから、キリスト教はね、やっぱり自分たちの伝統にやっぱ自信を持っているのかもしれませんけれども、ユダヤ教やイスラームとですね、同じ、この、兄弟宗教という理解がですね、やはり乏しいという点をですね、一般的には指摘できます。それだけにですね、今回改めて、教皇自らがですね、このユダヤ教、キリスト教、イスラームにおいて共通のですね、尊敬の対象とされるアブラハムのことに言及をしたっていうことは、それぞれが一神教として共通のルーツを持ってるんだよっていうことをですね、改めてこう世界に知らしめたっていうですね、そういう点で意味がありますね。ですからその一神教、アブラハムに連なるものとして、兄弟姉妹同士がですね、互いに尊敬し愛し合いっていうことをですね、呼びかけています。こういうですね、視点がカトリックの中からですね、発せられたということ、これを、カトリックに限らずですね、他の教派もやっぱり受け止めて、信仰の起源としてのアブラハムというものをね、どう考えるのか、そして兄弟姉妹宗教としてのですね、ユダヤ教、キリスト教、イスラームがそれぞれね、お互いどう考えるのかということを、考えるきっかけになればというふうに思っています。今回の、訪問のもう細部についてはもう触れませんけれども、たとえそれがですね、象徴的なものであったとはしてもですね、私は本当に意味があったなというふうにね、総括したいと思います。はい、これはこれでね、カトリックの中で大きな議論のきっかけになるでしょうし、他の、宗教にも良い影響を及ぼすと思います。
はい、では、次なんですけども、三宗教の共同礼拝施設建設へ、融和と相互理解を目指すベルリンからの記事をですね、冒頭部分だけ、紹介したいと思います。はい、これもごく最近のニュースなんですけども、時事通信からです。ドイツのベルリンで、キリスト教とユダヤ教、イスラームの共同礼拝施設を建設する計画が進んでいる。異教徒間の融和と相互理解を深め、平和を実現するのが狙いで、このような施設は世界でも初めてという。建設を予定しているのは、ベルリンが成立したとされる13世紀当時、市の中心部にあった教会の跡地。施設内にキリスト教の教会、ユダヤ教のシナゴーグ、イスラム教のモスクを設置、中央に各宗教の信徒が交流する大ホールを設けるということですね。こういうことでですね、これはなかなか面白いですね。大きなホールを作って、その中にですね、シナゴーグ、教会、モスクをですね、一応作ります。ですから普段そこを使って、でそれぞれ礼拝をするんですけども、共通の、ね、大きな、ホールも設けて、そこで自由に交流できるということで、建物としてはですね、一つのものだということで、これもやはり非常にこう3つのですね、一神教の、シンボリックなですね、融和ということを確かに、意味していますし、実際にこういうものができるとですね、交流が、深まるですね、可能性があります。で、これはですね、おそらく背景については何も書かれていないんですけども、一朝一夕にできたものではありません。ドイツはですね、これ戦後ドイツのことを考えてほしいんですけども、ちょっと私のですね、解説をこれから背景を加えたいんですが、戦後のドイツはまず最初ですね、やっぱりホールコースの経験を反省する中で、ユダヤ教とキリスト教との対話っていうことからこう始まっていくんですね。でこの伝統を持っています。しかし実際にはドイツにはですね、その惨劇が起きたまさにその場所ですから、ユダヤ人はねほとんどいませんでした、戦後しばらくはね。でそれが、この最近になってですね、ようやく、かつてあったコミュニティにユダヤ人たちがですね戻ってくるようになって、そのうちの一つがベルリンなんですね。ベルリンはかつてですね、巨大なユダヤ人コミュニティがあって、そこにですね少しずつ今戻ってきていますから、ベルリンがっていうのはですね、当然納得のいくことです。それから、このですね、20数年の間ですね、やはりドイツの中で大きな問題になってきたのがですね、特にトルコから来た移民、ムスリム移民とのですね関係の問題です。でこれはいろんな事件もあったんですけれども、しかし、今やですね、もう何百万人というトルコ系移民とですね、やっぱり一緒に暮らしていかないといけないんですよね。ですから、ドイツはキリスト教のですね国だというふうに言ってるだけではですね、これはもう対話も融和も進みませんので、ムスリムとですねどう対話するかということを、やはりドイツは、この十数年20年ぐらいですね、ずっとやっぱ考えてきています。でそういうですねやっぱ背景があって、例えばですね、教会の中で、この新しいですね式文をこう作ったりすることがあるんですけども、ムスリムと、合同の礼拝をする時のですね式文なんていうのも、これもかなり前からこう作られてるんですね。クリスチャンとムスリムが一緒にですね礼拝する場合に使うことができるような式文とかね、そういうものがもうあります。もう私が知ってるだけでも多分10年ぐらい前にはですねできています。ですからそういうですね過去の歴史と現状のですね取り組みなどがですね、こういった形に結実してるんだというふうにね、理解してください。建物だけがボーンとできてもね、これは意味がありません。そういう経緯があってですね、こういう新しい建物ができたということで、やはりこの授業がですね、テーマとしている一神教の相互関係ということをね、具現化するものとして、私は注目していいんじゃないかなと思いますね。はい、ただ、非常にねお金がかかるということで、まだねできるのはかなり先のことに、なるようです。はい、今日、取り上げた2つの記事はね、いずれもちょっとこう未来に、希望をね、投げかけるようなね内容を含んでいたかと思いますね。はい、では、今日のですね、授業の内容に入っていきたいと思います。現代世界における課題の一として、世俗主義と原理主義のですね、問題を今日は取り上げたいと思います。
まあ、これまで歴史的なこと、そしてですね、まあ、教義面における共通点とか相違点についてお話をしてきましたが、それをですね、よりこう現代的な文脈に少しこれからですね、近づけていきたいと考えています。まあ、もちろんこれまでもね、アクチュアルな記事については、出来事についてはその都度紹介してきましたけれども、これからのですね、後半はより現代の問題をテーマとしていきたいと思います。で今日のキーワードはですね、世俗主義と原理主義ということです。で今この言葉を聞いて、世俗主義って何ですか、原理主義って何ですかと聞かれたときに、皆さんがどうパッと答えられるかですね。多分答えることは皆さんお持ちだと思うんですけれども、ちょっと今ね考えてください。もし自分が聞かれたらですね、それぞれに対してどういう答え方をするんだろうか、あるいはですね、その2つの言葉に対してどういうイメージを持っているんだろうかっていうことです。世俗主義、なんかこう宗教がなくなった世界みたいな感じやなってね、そう思うかもしれませんし、原理主義っていうとですね、ボコハラムみたいなですね、すごくこう、過激なですね、そしてなんていうかな、武力をですね行使するようなイスラムのことを連想する人もいるかもしれません。でそういうですね、いろんなイメージが今あってもいいんですけども、今日の授業を通じて、これねいずれも重要なキーワードですから、この言葉について皆さん自身のですね理解をしっかりと深めてください。これが、今日のですね授業の目的です。そしてこのですね言葉とそれがですね由来する背景を理解することによって、現代ですね刻々と起こっている問題のですね多くを皆さんがですね分析できるですね一つの視点を持つことができます。いろんな新しいことがね起こってきますよ、どんどんこれからもね。しかしそれは別々のバラバラの事柄ではなくって、実はですねこういったことと関係しています。それをね、今日はテーマにしていきます。はい。でそのですね歴史的な文脈というのがね、これ近代あるいは近代化ということです。これをねまず最初に押さえて、それから世俗化と世俗主義の問題についてお話をします。いや一緒じゃないのというふうに、ね、思うかもしれませんが、実はこの言葉はですね2つ区別ができるようにしてください。今、区別できなくてもこの授業が終わる頃には、2つがねちゃんと分けて、説明できるようになっていただければと思います。それから、原理主義とは何なのかっていうことですね。そして最後にですね、現代の問題にこうつながっていくようなイスラム復興運動の、ね、源流のようなものを紹介したいと思います。はい。まず、近代化というですね、文脈なんですけれども、これはですね、これからお話しする世俗化および世俗主義というのはですね、西洋社会の近代化の副産物だというふうに考えていいと思います。ですからこれは西洋社会もね、大きな変化を、近代から現代にかけて遂げていきます。宗教改革があったですね16世紀ぐらいからですね17世紀18世紀に啓蒙主義があり、産業革命とかですねいろんな変化を経ながら近代化をですね遂げていくわけです。その中で近代のですね国民国家というですね概念もできていきます。国民国家というのはですね境界線があるんですね。境界線があって、ここは私たちの領土だよっていうですね、そういうことで今日本もねそれでキリキリマンしてますよね。ここまでが領土だとかですね、いやこれは私の領土だみたいなね、そういう領土をめぐる争い、領土という概念自体もですねこれ決して古いものではありません。やっぱり近代化、国民国家のね形成と密接に関係をしています。でそうですね、西洋社会が近代化する、だから近代化というのはですね今言ったように政治的な変化とかですね、科学の面、産業、いろんなこう変化があるんですけども、大きく社会が変化していく中の仕組みの一つにですね、この世俗化、変化っていうかね、変化の一つのですね、現れとして世俗化っていうものがあるということです。で、まずこれがですね、一つの、まず大きく押さえておいてほしいポイントですね。ただですね、西洋社会がその意味では世俗化とは何か、世俗主義とは何かっていうことのまずモデルになっています。ところがこういうですね概念を理解するときに気をつけてほしいのは、
まあ、確かに学問的に使える概念なんですけども、それでもって世界の全てをですね、一律に表現とか理解することができないということですね。例えば同じ言葉が非欧米諸国ではですね、違う意味を持って捉えられます。特にイスラム世界ではですね、この世俗化っていうのはですね、西洋社会とは違うニュアンスで持って捉えられることが多いです。で、まあ、これは特にですね、イスラム世界では近代化とモダナイゼーションとですね、西洋化、ウェスタナイゼーションがですね、意図的にやはりこれ区別されてきました。これはどういうことかっていうと、西洋にとってはね、このことはもちろん同じというか区別する意味がありません。西洋の中でですね、近代化が起こるということから、ですから近代化ということはですね、西洋そのものなんですよね。ところが、これはまあここに日本も含めていいんですけども、近代化はですね求めます。なぜか、これは人々とかですね、国がですね豊かになる、こういうことをですね求めないところはないですよ。今までなかったようなですね、科学的な知見、技術、便利なものがですね入ってきて、生活がですねより豊かになる、便利になるんだったら近代化はですね当然望ましいと考えます。日本もですね、明治期以降、まさにその国をどうやって近代化するかということにですね、もう、必死になってきたわけですね。まあ、これは富国強兵とかですね、まあ、文明開化とかいろんなキーワードがありましたけれども、近代化をですね、もう、今日に至るまでひた走ってきたというふうに言ってもいいと思います。ところがその日本においてもそうであったように、イスラム世界においてもですね、近代化はしたいけれども、西洋化、西洋的なものにですね完全になってしまうことに対するやっぱ拒否感というものがあるわけです。ですから近代化と西洋化をですね分けて、つまり近代化は求めつつも西洋的なものをですねうまくこう、なんていうかな、排除しながら、場合によってはですね整理しながら、自分たちが持っている伝統的なですね価値観、あるいは宗教ですよね、そういうものはきちっとやっぱ維持したいというですね、やっぱ思いがあります。まあ、個別の事例をですねまた後で触れることができるとは思うんですけれども、日本の場合はですね、このリアクションに対して何があったかっていうことを皆さん分かってますよね。それは以前はですね、神仏集合、いろんなですね神社仏閣もこれは一緒です、一色単、特に区別もなくですね、民衆の生活が成り立っていましたけれども、近代化をですね急ぐ中で、日本はですね神道を中心とするこの国家政策っていうかな、イデオロギーを立てて、それによってとにかく西洋化にですね立ち向かおうとしたわけです。つまり技術は入れるけれども、魂は絶対売り渡しませんよということです。私たちの魂はですねここにあるんだっていう形で、それとしてですね神道というものをより純粋な形で政策のですね中心に打ち立てました。これが後のですね、いわゆる国家神道につながっていきます。でイスラム世界においてもですね似たようなことがやっぱ起こるんですよね。西洋化に対して抵抗するためにイスラム的な価値というものをですねやっぱ再定義していきます。ただですね、ここで同時にやっぱ考えないといけないのは、日本は幸い、植民地化、されませんでしたけれども、欧米以外の多くの国はですね、結局欧米列強諸国によってですね、西洋化というか、それをですね強制的に行います。植民地にされるというですねプロセスを通じて強制的にやっぱりそれを行われていくんですね。ですから西洋化っていうのはですね単に観念的な事柄ではなくって、植民地化のですね記憶と歴史とですね密接に関係しているっていうことです。そういうですねことの中から私たちはですね今の時代をやっぱ考えていく必要があります。まあ、今はですねいろんなその中東のですね国の奥で混乱が起こっていますけども、そのね根っこの部分というのは実はこの辺にありますね。植民地化された国がですね、そこから独立していく中で、独裁政権、まあ特に軍事独裁政権ですね、そういうものができていてですね、まあ未だにこう安定した構造をですね得ることができないっていうことになっています。で今ねちょっとお話ししましたけども、近代化や西洋化によって引き起こされる変化に対する、まあ、抵抗原理として、
原理主義というですね、後に説明するこの考え方をですね、位置づけることもできます。ですから原理主義というとですね、今いろんなマスコミから入ってくるイメージが強いですので、こうちょっとねネガティブな感じもするんですけれども、この西洋化とかですね、近代化という中で自分たちが寄って立つべき原理とは一体何なのかということをですね、問わなかった国っていうのは、これはありません。日本もねそうでした。でそういうものをですね、広く原理主義と呼ぶこともできるんではないかっていうね、それは後でお話をします。はい。で、こういったですね、ことを理解することによって何が得られるのか、どういう視点がですね得られるのかということを最初に描写しておきたいと思います。これは先ほどのですね、質問のところでも一神教多神教ということをね、ズバッとこう分けるんじゃなくって、一神教の内部における一と多、多神教内部におけるですね、一と多ということをやっぱ考えてほしいということを言いましたけれども、この授業のね、目的の一つは最初の時にも言いましたように、一神教ということで何かもう十把一からげで考えてしまうんではなくって、それぞれの中にですね、非常に多様な幅があるということですね。それをぜひ理解してほしいということを申し上げてきました。でそのですね、一神教内部における多様性をいかに多様であるのか違うのかということを測るですね、物差しのような役割を、この2つの概念がですね果たすことができます。で、まあ言うならばですね、世俗主義および原理主義っていうのが、2つのですね極性です。ポールみたいなもんなんですね。プラス極マイナス極みたいなんですね。そういう2つのポールがあって、でそれぞれの、極性のですね、間の中間項としてそれぞれどっかにですね、位置しているわけです。でそのどれぐらいどの位置に位置しているのかなということで、その集団のですね、特徴とかですね、他の集団との違いをですね、これ測ることができるんですね。そういうものとしてこれを使うことができます。ですから、まあ、とりあえずここではですね、対比的にこのことを設定してですね、原理主義というのはですね、広く言うならば保守主義ということも含みというふうに位置づけても構いませんし、世俗主義というのはですね、自由主義リベラリズムの立場がですね、こちらに当たると考えても構いませんが、そういうね極性がありますよね、政治的にもね。宗教的な視点でいうと原理主義と世俗主義というですね、2つの極性を考えることができます。でこの中間項にですね、いろんなものがこうあるわけで、より原理主義よりとかですね、それからより、このリベラル、世俗主義よりっていうね、そういう形で、ポジションをですね、ある程度決めることができます。でここでですね、それぞれが、どういう、役割をしているかということをですね、もうちょっとだけ追加してお話をしたいんですけども、原理主義っていうのはですね、なんか非常にこの頭の固いですね、こう頑固な人たちっていうイメージがあるかもしれません。ところが原理主義の人たちはですね、自分たちの持っている情熱、信仰的情熱というふうに言ってもいいですけども、それをですね、本当にこの実践に移します。単に頭の中で留めるんじゃなくって、それを実践に移すためにですね、草の根のこうネットワークをやっぱ作っていくんですよね。自分たちの集団、そういうものをですね、大事にしますし、それを、広げていくことにですね、力を惜しみません。後で扱うですね、エジプトのムスリム同胞団などはもうこの典型例です。キリスト教にもですね、類似の例を指摘することができます。後にですね、取り上げるキリスト教原理主義のことも取り上げるんですけども、キリスト教のですね、原理主義的な、その特に保守派のですね、グループっていうのはすごく広いですね、草根のネットワークを持ってるんですね。でそれがゆえに、いざ選挙になると、その票をですね、ガッとまとめて一人の候補者にですね、ガッとこう送ることができるので、政治的な影響力もですね、行使することができるわけです。ですからこれは単にですね、頭の固いですね、っていう人たちのイメージではなくって、さまざまな社会実践を含む、ね、そういう実践者だというふうに理解した方がより現実にですね、近くなると思います。でそれと比較するとですね、リベラリズム、リベラルの人たちはですね、どちらかというと頭でっかちです。ものは言うんですよ。ああだこうだ、世の中良くないよねとかですね、文句は言うんですけども、評論家的な人が多くって、結局ですね、バラバラなんです。だから
草の根的なネットワークがなかなかできないんですね。こういう弱点があります。これ日本の、知識人の中にもですね、まあ、こういう弱点がやっぱあるかもしれませんけれども、これがちょっと違うところですね。で、世俗主義はですね、これもまあエジプトの例で後で、ちょっと紹介したいと思いますが、ですね、今いわゆるアラブの春で、多くのですね独裁政権が、崩れました。あるいはですね、まあ、非常にこう混乱の中にあるシリアのような、ね、例もありますけれども、多くの軍事独裁政権、特にこう今中東におけることを考えているんですけども、中東における軍事独裁政権というものは、まあ、植民地化そして独立の後ですね、こういう政権を取って、もともとはですねムスリムイスラムのですね伝統を持つ背景です。ところがそういったものを社会の中から社会の中心には置かずにですね、もちろん法律などではちゃんと書いてるんですよ。しかし独裁者は基本的にですね宗教もコントロールします。ですから宗教性をですね表に出させないという意味で、これは世俗主義の立場を取るんですよね。宗教を可能な限りミニマムなものにして、そしてそれをコントロールするというですね、そういう姿勢を取ってきました。ですから宗教性がボーンと出てくるとですね、それをこうガッと抑え込む、まあそういうですね宗教的なイデオロギーというのはしばしば、抑圧の対象に、なったわけです。ですからこれは世俗主義ということもね、ヨーロッパの文脈における説明、これからしていきますけれども、そういうものが中東の文脈の中では、軍事独裁政権によってこの立場が取られ、そして今ですね問題になっているのはこうです。アラブの春以降の、中東の人々の関心事というのはですね、まさにこの私たちの国をどの辺に位置づけるべきかということで議論してるんですよ。ですからこの見取り図というのはですね、単なる見取り図ではなくって、今人々がですね本当にこの戦いの中で自分たちの国の将来をですね考える際の見取り図でもあります。若い人たちの中にはですね、まあ政教分離的なものを入れてですね、宗教性をある程度抑える形で、このリベラルなですね国を作りたいっていうですね、やっぱり世俗派の人たちもいます。もちろんムスリムです。ムスリムであってですね、世俗的な立場を世俗主義的な立場を取ろうとする人たちもいますし、それから、まあ今となってはですね風前の灯火であるムスリム同胞団のように、まあ彼らを原理主義とは言いたくありませんけれども、しかしイスラム的な理念を持って国をですね新たに作り変えようとした人たちもいたわけですよね。であちらにガーンと触れたかと思えば、それがですねバチャッとこう押さえつけられて、今度こっちにですねガチャーンとこうまた振り子がですね戻ってるという、もう振りがですねすごく激しいですよ。激しすぎてちょっとびっくりしますけれども、しかしいずれにしてもですねこの間を、振り子がですね触れてるっていうことは分かりますよね。でどのあたりでその揺れがですねずーっと収まるのかというところで、やはり適切な妥協点をですねやっぱり見出さなければなりません。そういう、ねこと後で、ね、紹介をしますけれども、まずねこういう大きな見取り図を頭に入れておいてください。はい、では、次ですね、世俗化ということなんですが、まあ、ここからですね世俗化と世俗主義について、言葉のですね、説明をしていきます。でまずその世俗化セキュラリゼーションっていうのはですね、まあ、簡単に言うと宗教が社会に及ぼす影響力が低下していくことをですね世俗化というふうに、まあ、一般的に、言います。そして先ほども言いましたように西洋のですねキリスト教社会がモデルになっています。現在のヨーロッパを見るとですね、そのありさまがかなりよくわかるっていうことですね。ですから今のヨーロッパはですね世俗化のですねプロセスの、まあ、最中にあるっていうかな、世俗化した社会だっていうふうにある程度言うことができます。これはまあ、どういう形でですね観念的ではなくてむしろこう体感できるかというと、ヨーロッパにはですねもし皆さんが旅行されればフランスに行ってもドイツに行ってもイタリアに行ってもですね、まあ、スペインでもどこでもそうですけども、ベルギーでもね大きな教会がありますよ本当に、まあ、ドームと言われるようなね、もうこう見上げるようなですねまあ、ケルンなんかにももう、ようこんなん作ったなみたいなですね巨大な、ドームが、あるんですが、その意味ではねヨーロッパっていうのはキリスト教的なですね、遺産伝統をですね今も色濃く残しています。ところが
そういうですね、大きなドームに日曜日にですね、行ってみてください。一部例外はありますけれども、大きな教会であってもですね、礼拝に来ている人っていうのはね、もう本当ごく一握りなんですよ。もう例えば200人以上ですね、座れるような教会の中に、前の方にですね、15人とか20人ぐらいお年寄りが座ってるだけみたいなね、そういう教会が圧倒的に多いです。ですから、教会、立派な教会は存在してるんだけれども、教会のですね、出席率は非常にやっぱ低いところでもとどまってるっていうことですね。教会に行く人、教会に行くっていうのはですね、例えば日本においてお寺に行くのとほとんどお寺とかですね、宗教施設に行くのと同じで、結婚式、それからまあお盆、お葬式、そういうにね対応するようなぐらいのごく限られた時にしかですね行かないっていう人が普通なんです。家族の中 で親戚の中 で誰かが洗礼を受ける、洗礼式行くんですよね。それからクリスマス行くかもしれません。結婚式、お葬式、そういう時に教会に行くだけで、普段ですね、定期的にというか日曜日のごとに教会に行く人っていうのはですね、極めて低いくなっています。ヨーロッパ、まあ、あの国によって若干違いがあります。これもね、統計があるんですけれども、カトリック圏は比較的高いんですが、やはりドイツ、フランスなんかはね、ドイツなどはやっぱ結構やっぱ低くなってきていますね。で、西洋諸国の中で例外的にこういった礼拝出席率が高い、すなわち宗教性が高い国の一つがアメリカです。アメリカは不思議な国ですね。非常に世俗化が進んでいる部分もあるんですけれども、非常にですね礼拝出席率が高くって、そして同時にですね、後で触れますような宗教的な原理主義の、まあ、震源地でもあります。はい。で、次にですね、今大きな見取り図の後に、少し歴史的な背景、この言葉がでどういうところから生まれたのかということを説明します。まずちょっとここで読んでみますね。もともとこの言葉は宗教改革の時代に教会の財産、土地や建物を行政に譲渡することを指して用いられ始めた。そこから土地などが教会の支配から解放されるのと同様に、社会や文化が教会権力から解放され、キリスト教の影響が次第に減退していく現象を広く世俗化と呼ぶようになったということです。ですから、もともとはですね、宗教改革の時期です。この大きなターニングポイントっていうのは。かつてはヨーロッパっていうのはですね、少なくとも西ヨーロッパはカトリックがですね、全体を統治していたわけです。一元的に。ですから教会領というのもですね、非常に膨大なものがありました。ところが宗教改革が起こることによって、ドイツを中心にですね、もしその領主、まあ、両方君主と言いますけども、両方君主がカトリックからプロテスタントになったら、もうバチカンの言うこと聞かなくていいんだから、そこのですね、自分たちの土地をカトリック領から自分たちのものに、こう、組み替えることができるんですよね。ですから、かつて教会、バチカンというかな、カトリックが支配していた土地が世俗のですね、両方君、世俗のですね、行政というかな、両方君主が管轄するものへとこう移譲される、そういうですね、変化のことを世俗化というふうに呼んだわけです。土地のですね、移譲とか、そういう財産の移譲ですよね。で、そこからですね、発展して、かつて教会が持っていたものがですね、だんだんとこう少なくなっていく、目減りしていく。土地だけではなくって、ここで書いてますようにですね、まあ、社会や、まあ、社会のさまざまな制度とか文化ですね、そういったものも、徐々にですね、教会的なものをこうからの影響ですね、まあ、解放されていきます。例えば、学問もそうです。中世、例えば近代的な学問のですね、先駆的な役割を果たした人物の一人にガリレオ・ガリレイがいますよね。非常に緻密なですね、天体観測をしています。びっくりするようなですね、精度でもって天体観測をして、そして彼はですね、実験の結果に基づいて、地球がですね、太陽の周りを回っているというですね、地動説を唱えるわけです。これは最先端のですね、その天文学ですよ、天文学の成果です。ところが当時はですね、教会が全ての学問をですね、牛耳っていますから、教会にとってあんまり都合が良くないことはですね、否定できるんですよ。ですから宗教裁判にかけてですね、お前の言っていることをですね、撤回しなさいという形で言われてですね、ガリレオはそれを撤回せざるを得なかったんですよね。で、そういう時代があったんですが、これがですね、この16世紀以降になると、学問そのものが教会の中からですね、徐々に独立していきます。
で、あ、ちょっと寒いですか皆さん。はい、私もかなり寒いです。ちょっと調整していただけますか。はい、それでですね、学問も、そうですね、17世紀18世紀ぐらいになると、なんていうかな、教会的なですね支配から、独立していきます。学問だけではなくてですね、例えば美術の世界もそうですよね。美術っていうのは、これ前回お話ししましたように、17世紀ぐらいまではですね、完全にこの教会美術っていうかね、宗教画が中心だったんですけれども、そこからですね、教会のまあなんていうかな、目的に必ずしも使えないですね、もっと自由な発想での美術がですね出てくるようになっていきます。はい、まあ、これ以前というのはですね、もうほとんど全ての学問は教会のですね元にあったっていうふうになりますね。で、そこからですね、まあ、こういう世俗化っていうものが始まっていくんですけれども、このですねずっと延長線上で、20世紀もですね理解されていました。ですからヨーロッパはね、今言いましたように、確かに世俗化がですね明瞭に進んでいます。教会のですね役割というのはどん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 低下していって、まあ、もちろん今もありますから、なくなることはありませんけれども、まあ、かなり低いところでとどまっていると言っていいと思うんですよね。で、ですからこういうですね現象を見たときに、つまり科学の進歩によって人間が今までですね理解できなかったことが合理的に理解できるようになる。今までですね魔術的なもの、奇跡としてしか、あるいは超自然的なですね現象としてしか理解できなかったことが科学的に説明されるにつれて、例えば地震とかですね雷、そういうですね、天変地異というのはかつてはですね人間の手に負えない理解不能な現象ですよ。しかしそのメカニズムがですね理解されることによって、それは神々がですね天井でガガ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 ガってやってるから地震が起きるなんていうことを信じてる人いませんよね、皆さんの中で。昔の人はそう考えてたんですよ。地震がガーッと起きるっていうのはですね、もうこれ普段ありえないことですから、天井で神々がですね、こうなんか取っ組み合いの喧嘩をしている。それで地上にもですね、なんかこう大きな地鳴りが、地震がですね起きるみたいな、そういう発想で、天変地異をですね、やっぱり理解していたんですね。で、そういうことが科学によって、そのメカニズムが明らかにされる中で、宗教の役割はですね、どん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 減っていく。だから西洋だけではなくって、その遅い早いは別にしてもですね、いずれ全世界的に世俗化っていうものは進行していって、科学がですね宗教的なこの盲米っていうかな、かつて人々が持っていたさまざまな迷信っていうものを払拭して、宗教はなくならないかもしれないけれども、もうミニマムなものになって社会の片隅にですね置かれて、あとは合理的理性が支配するですね科学の時代がやってくる。そうやっぱり多くの人は考えたんですね。だから世俗化というのはこういうことです。一言で言うと、これは不可逆な現象、後戻りがないということです。不可逆というのはですね、もうどん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 基本的にはですね、科学が前進するようにですね、宗教の影響力っていうのは不可逆に減退していくというのが20世紀のですね、まあ半ばぐらいまでのですね、これは常識としてありました。あとはスピードとか現象の違いの問題だけなんですね。ところがこのですね世俗化理論というものが、1980年代以降にですね、具体的な事件によってチャレンジされて、特に90年代以降ですね、根本的に理論そのものを見直されていくことになります。宗教学、宗教社会学の中でですよね。で、なぜかっていうと、1980年代以降ですね、世界的な宗教復興現象がですね、起こります。キリスト教世界、まあ、これアメリカの例ね、後で触れますけども、アメリカでもですね教会がなんかやたら力を盛り返してですね、大統領選挙にまで影響を及ぼすようになる。イランではですね、1979年イラン革命、これまでのですね親米的な王権がですねもうバーンと倒されてですね、一夜にしてその親米の王政からですねイスラムのですね体制と変わってしまうんですよね。そして各地でですねイスラム復興運動が起こります。それから、例えばアメリカのですね、西海岸などでは、それまででは、なんていうかな、変なっていうか、特殊な人しかですね信じなかったような仏教がブームになっていきます。アジアから来たようなですね宗教が非常にクールだというふうに見られるんですよね。キリスト教は古臭い、
むしろですね、チベット仏教とかですね、そういうこうアジアから来たようなものにですね、人々の関心がいくようなですね、そういう、まあこれヒッピー世代とかね、そういうものとも関係していますけども、新しい宗教に対するですね、ブームというものが若い世代の人たちにもですね、起こっていきます。まあこれ新宗教運動ですね、まあニューエイジというふうにも言われますけれども、そういったものがですね、広まっていきます。でこれが局地的ではなくてですね、かなり各地で起こることによって、今まではですね、それは局所的なもの、一時的なものというふうにこう理解していたんですけども、それがですね、おそらく一時的なものではないということをですね、かつての学者たちも認めていきます。ということは世俗化がですね、一方的に進んでいくのではなくって、宗教というものがですね、20世紀の後半、さらにはですね、今私たちが生きている21世紀においてもかなり重要な役割を果たし続けるんじゃないかということをですね、まあこれはもうとにかく受け入れていくしかない、こういうふうにですね、考えていくわけです。その程度はね、もちろん国によって違いますけれども、特にですね、このことと関連して、20世紀の、ね、後半というのは米ソの冷戦は、終わりつつあった中で、じゃあ21世紀ですね、どういう時代になるのかということを、ね、議論していく中で、サミュエル・ハンチントンという人がですね、今後文明間がですね、大きな紛争衝突が起こるとするならば、それは文明間の衝突だということを言いました。とりわけ西洋的な価値観とイスラム的な価値観がですね、衝突することによって、いろんな事件がですね、起こりうるんだということを予測として、予測っていうかな、21世紀的なですね、課題として論文で書いたところ、2001年のですね、 9.11 同時多発テロ事件が起こったわけです。21世紀はですね、この事件によって幕開けしたと言っていいと思うんですよね。そしておそらく私たちが生きている間にですね、そのことが大きく変わった、そのフレームワークがですね、全く変わる21世紀が来るとは私は思いません。やはり今のですね、時代の抱えている課題というものは、これからやっぱり20年30年続いていきますよ。その課題とは一体何かというと、宗教はですね、どん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 少なくなってミニマムなものになって、どうでもいいとできるような21世紀ではないということです。それをですね、やはりどこかで要素の一つとしてやっぱ考えてですね、この変化を捉えていく必要があるということで、そのですね、変化を見る一つの物差しが世俗化論ですよね。はい、では、セキュラリゼーションとですね、区別してほしいというふうに言った世俗主義とは何なのかということです。この世俗主義というのはですね、セキュラリゼーションに対してセキュラリズムというふうに言います。もちろん似たような意味でね、使われる場合もありますけども、できる限りね、違いに対しては意識をしてください。で、世俗主義はですね、政教分離とですね、ほぼ同義に用いられることが多い。で、この世俗主義および政教分離については、来週お話をします。で、ここでですね、大きくまず理解しておいてほしいのは、世俗化というのは今言いました西洋において始まってきた変化のことです。現象を捉える言葉として、現象を記述する言葉として世俗化があるんですよね。それに対して世俗主義というのは、世の中において宗教と世俗的なもの、ここで後で言うとですね、私的領域と公的領域と言いますけども、そのですね、2つを分けましょう、分けるべきだという立場です。いいですか。ですから現象を語る記述的な言葉が世俗主義であり、規範的な言葉がですね、この、世俗、現象を語る記述的な言葉が、世俗化であり、その規範をですね、語る言葉が、この世俗主義だということになります。これはこうあるべきだという考え方ですね。当然この主義っていう言葉にはですね、そういうニュアンスが日本語でも含まれています。ですから世の中をですね、うまく回すためには、混乱なくですね、うまく回すためには宗教はですね、あんまり公の場に出てきてもらっては困るということで、分けましょう、分けるべきだっていう考え方が、世俗主義だっていうことですね。
だから、ここで世俗家と世俗主義の違い、一応ね押さえておいてください。ただ、世俗主義あるいはそこからそれがですねつながる政教分離については、来週ですねより詳しくお話をします。で、政教分離のですね前提というのはですね私的領域と公的領域の分離です。これは、ヨーロッパのですね経験に基づいているんですね。宗教改革がありました。その後ですね、実は、するっとですね、はい、私はプロテスタント領、私はカトリック領ということで、すっきり分かれたわけではなくって、30年戦争というですね、ドイツを中心にヨーロッパのかなり多くの部分をですね荒廃させるような30年ですよ、30年もの戦争がですね起こりました。これ多分皆さんね多くの人はまだ生まれて30年経ってないですけども、もう生まれた時からですねもう延々とこう戦争をやってるようなね、そういう長い戦争があって、そこでですね得た教訓があります。もう、ものの考え方、例えばプロテスタントかカトリックかみたいなね、そういう違いで喧嘩するのはもうやめようということで、このウェストファリア条約っていうものが結ばれるんですけれども、宗教をですね、そこではまだ原初的な形でしかありませんけれども、そういうですね、痛ましい経験をもとにして、それぞれの国がそれぞれのやり方でもって宗教性をですねあまり公の場に持ち出さない、そうすることによってコンフリクトをですね避ける知恵が政教分離なんです。ですからヨーロッパにとってはですね、これは歴史的な悲劇を経て到達したですね一つの知恵ですよ。宗教ですね、公の場っていうのはまずは政治です。現代で言えばですね公教育です、学校です。そういう時にですね持ち出さないで、あなたはですねあなたの信じていること、何を信じてもいいです。どんなですね荒唐無稽なことを信じてもいい。宇宙人がですねある時やってきて、それが宇宙人がね、人間にですね真理を伝えて、それが神になったとかね、もう何を信じてもいいけども、それを公の場には出さないでくださいということによって、この混乱をですね避けるんですよね。で、私的領域と公的領域をですね、こう分離すべきだという考え方が政教分離であり世俗主義です。ここまで言うとね、分かりますように西洋の中ではこれは、調整されながらですね比較的うまく機能した時期が長くありました。ところが今ですねちょっとまた別の問題を引き起こしてるんですね。それについては来週お話ししますけども、それと、この分離するっていう考え方はイスラム世界ではですねやっぱり馴染まないっていうことが分かると思いますね。イスラムの信仰というのはですね生活のすべてを覆います。ですからこの日常生活とですね政治とかですね公的な場でですね信仰を表さないとかですね、そんなことを言われたら成り立たないですよね。ですからこういった西洋型の政教分離を導入されることに対してやはり嫌悪感をですね感じる人たちは少なからずいるということはまずここで考えておいた方がいいですね。日本の場合どうですか？知ってますか皆さん、こういうのがいつの時代に議論されたのか。これはですね、信教の自由というものがというのはこれとセットなんですけども、信教の自由がですね初めて、明文化されたのは、1890年大日本帝国憲法がですね、の中においてです。でそこでですね、信教の自由という、実はこれあんまり日本らしからぬね文言です。こういうことを別に議論してきたわけではないんですが、結果的に日本もですねこの原則を受け入れていきます。分けることによってそれぞれの宗教にですね信仰に自由を与えますよ、ただ条件付きなんですけどね、臣民たるの義務に背かざる限りにおいてっていうですね条件はついてるんですが、これは日本の場合にはですね内発的にこういったところにたどり着いたのではなくって、外発的な圧力によってです。これは当時ですね皆さんも歴史で勉強したいと思いますが、通商条約、日本がですねいろんなビジネスをするときに、この今もね TPP とか問題ありますけども、関税でですね不平等な、条約の中で、通商条約を結んでいた。それがですねそれを対等なものにしようと思えば、お前たちが対等であるということに足るですね、国であるということを示せということで、欧米諸国にとってですねその最大のポイントの一つがですね信教の自由、宗教の自由を持ってるかどうかということだったんですよ。ですから日本はいわばそういう実利上
ディプロマティックなですね圧力のもとに大日本帝国憲法にですね信教の自由というものを取り入れました。決して自発的なものではありません。ですから西洋的なものをですねその時代において取り入れたんですね。まあ、これがどう機能したかということもですねなかなか興味深いんですけど、今日はねこれちょっと話しません。で、ただ、言っておきたいのはですね、政教分離っていうのは一応の原則、公的領域と私的領域を分けるっていう共通項はありますけれども、そのね理解の仕方っていうのは極めて多様ですし、どう分離するかっていうことをめぐってねいろんなやっぱ論争があります。これはアメリカでもそうですし、ドイツでもそうですし、フランスでもそうです。近年もねいくつもの例を挙げることができますし、日本でいうと靖国問題、これがまさにこれにあたります。政教分離をめぐる問題にですねなかなか決着がつかない、ということですね。はい、ではですね次、原理主義に行きたいと思うんですけれども、まずですね、原理主義の、教義の理解ということで、まずこう歴史的なところで、ね最初に紹介しておきたいと思います。でこれはこのファンダメンタリズムというですね、ファンダメンタリストという言葉は、今はねかなりもうかなり自由に使われているところがあるんですけれども、元来はですね1920年代にアメリカのですねキリスト教保守派が進化論や近代的な文献批評学と対決するために用いた、自称であった。その呼び名は1910年から15年に刊行された The Fundamentals というですね12巻の小冊子のタイトルに由来するという、ここはねまず押さえてください。アメリカがですね由来だということです。時代的にはですね、1910年、だいたい10年代というふうに考えていいと思いますね。でこれはですね今冒頭のところでなぜこういう原理が必要になったのかっていうことのね近代化の文脈の中でお話ししましたから多分理解できると思うんですけども、その近代化のですね中身がアメリカの場合これだったということです。一つは進化論、進化論についてお話ししましたね。進化論っていうこと、ダーウィンがですね出した進化論をキリスト教保守がですねどういうふうに対応したかということについては前の授業でちょっとお話しました。それの進化論、これは神をですね前提にしないで生命種のですね多様性ということを説明する、簡単に言えば無神論ですよね。神を否定するって考え方です。それから、近代的な文献批評学って何かっていうと、聖書がですね神の言葉であるというのがですね、伝統的には前提であったんですけれども、これがドイツを中心とするですね近代文献学では、例えばですねモーセが言ったとかですねパウロが書いたとかで言ってるけども、これは実際ずっと編集しっていうかな、その研究していくと、モーセが書いたなんていうことはありえない、パウロが書いたって言ってるけどこれは嘘ですっていうですね、そういうことをこう言い出すんですよね。でこれは聖書学では今もそういうことを言うんですが、当時の人々からすればですねこれはねもう本当に頭にくるっていうかね、神の言葉だって言ってるのにですねこれは違います、あれも違いますなんて言われるっていうのはですね、もうなんていうかな、怒りを抑えきれなかったわけです。ですから進化論が来ようが文献批評学が来ようが、私たちにとってこの聖書はですねファンダメンタルなものなんですよ。私たちは何があってもこの聖書を基礎において生きていきますっていうことをですね宣言する非常に誇らしげな名称がファンダメンタリストであったんですね。私たちは信仰に固く立つ、どういうですね近代の嵐が吹き荒れようとも私たちはファンダメンタリストなんですよっていうですね、そういう誇らしげな自称であったわけです。ところが、ちょっとだけねこの間にのものを挿入しますと、この後ですね、1925年に、スコープス裁判という有名な裁判があります。これはモンキー裁判とも言われるんですが、スコープスというですね、理科の教師、高校の理科の教師、ただこのですね、確かテネシー州だったと思うんですけども、テネシー州とか他の州ではですね反進化論法というものが当時アメリカにありました。これ面白いですね。何かっていうと進化論を教えたらダメっていうことです、学校で。そういうですね州法があったにもかかわらず、スコープスがですね、学校で進化論を教えたということで彼がですね、裁判の場に立たされるんですね。彼の自発的というよりかはいろんなですね周りの、応援とかちょっといろんな何ていうかなやり取りがあって彼はそこに立つんですけども、結果的にですねスコープスは負けます。やっぱり州法に反してるってことですね。ところがこのですね、スコープス裁判というものにはですね全米が注目をして、いわゆるこの原理主義者たちがですねいかに荒唐無稽なことを信じているかということが、結果的に暴露されるんですよね。
それで、この、まあ、一時ですね、頑張ろうってしてたんですけれども、やっぱり社会的にはですね、非常にこの批判とか冷たい目を受けることによって、アメリカ社会のですね、表舞台からは1920、30年代ぐらいからですね、こう消えていきます。一旦もうその存在っていうのが忘れられていくんですね。まあ、当然この時期っていうのはですね、もう戦争の時代ですから、そういうことをですね、もうやってる余裕もないような時期に入っていきますけれども、アメリカのですね、表舞台からファンダメンタリストたちは一旦消えるんですが、それがですね、1980年代になってもう一度復活してきます。非常に力をつけてですね、草の根のネットワークでもって、このキリスト教ファンダメンタリスト、彼らはですね、まあ、一旦ネガティブな烙印をされているので、その言葉は自分たち今はもう使いません。今ですね、それに対応する、比較的近く対応する言葉は何かっていうと、エヴァンジェリカルという言葉です。日本語で福音派と訳されます。ところがこれはね、微妙です。理解する、ちょっとね、注意して、理解してほしいんですけども、福音派というふうにですね、まあ、もう翻訳されているんですが、福音派とですね、理解、と聞くと、例えばですね、あのメソジスト派とか長老派とかルター派みたいにね、なんか教派のように考えてしまいますが、これは教派ではありません。デノミネーションではないんですね。この保守をですね、保守的なもの、あの人たちを、これ場合によってはカトリックも含みます。すごい概念なんですけども、カトリックも場合によっては含むぐらいのですね、非常にあの、包括的な概念としてエヴァンジェリカルっていう言葉がですね、使われます。もともとはプロテスタントっていうだけのですね、意味だったんですけども、1980年代以降、まあ、特に戦後ですね、意味がどん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 変わってきます。そして、まあ、アメリカのですね、変化だけではなくって、先ほど言いましたあのイラン革命ですね、があって、でこれがですね、アメリカにはすごく大きな衝撃を与えました。まあ、アメリカ大使館がですね、まあ、あの占拠されるっていうこともあって、もうこれ本当に大変な、ショックを受けるんですけれども、この時期以降ですね、つまりなんか非常にこの過激なラディカルな宗教運動に対してファンダメンタリズムっていう言葉をですね、当てるようになります。そして、とりわけですね、ファンダメンタリズムがイスラームと結びついて使われるようになるのがこの時期以降なんですね。ですから、イスラーム、そのイスラーム、日本で言うとですね、イスラーム原理主義者。この言葉はですね、新聞でももう今でもよく出てきます。イスラーム原理主義勢力、ハマスとかね、そういう説明で、理解されるんですね。しかし、もともとは、キリスト教がですね、元であったということを、まあ、ここでは理解しておいてください。で、そこではですね、まあ、非常にネガティブなニュアンスがやはり刷り込まれています。全近代的とかですね、もう宗教的な情熱によって何をしでかすかわからないような連中っていうですね、そういうネガティブなレッテルが貼られて、この言葉がですね、もう世界的にですね、蔓延するようになって今に至っているということです。ただイスラム世界ではですね、それに対応する言葉としては、自分たちが使っている言葉としてはイスラーム主義とかですね、イスラーム復興主義という言葉がありますので、よりニュートラルな立場で使うのであればですね、やっぱりこちらの方を使うべきです。イスラム原理主義というのはですね、やはり批判する側がですね、まあ、こう侮蔑的に使う、ね、ニュアンスがやっぱ強く出てきますね。はい、それで、ですね、ちょっとこれからですね、時間ちょっとだけで取ってですね、キリスト教原理主義の実際をですね、ちょっと見ていただく、まあ、映像をですね、ちょっと紹介したいと思います。はい、時間もあまりありませんので、ちょっとまず早速始めます。ジーザスキャンプっていうですね、アメリカを動かすキリスト教原理主義というもので、これ DVD でね、伝えなどで借りることもできますので、もし関心持った人はね、後でご覧になってください。今はごく一部です。はい、今ね、ちょっとポイントをつかんでいただけたでしょうか。後半で見ていただいたのは、ホームスクールでですね、お母さんが直接にですね、子どもに教育してるんですけど、グローバルウォーミングはですね、嘘っぱちだ、これも必ず、福音派の人たちが言うこと、多くがですね、言うことなんですね、保守派の人がですね。そして、まあ、進化論は間違いだっていうね、そういうことをやっていてですね、やっぱ教育の部分、そしてそれは公教育ではそれやってくれないから、公教育から脱退、やめて、ホームスクーリングでですね、そういうことをやってるっていうね、こういう実際がやっぱあります。まあ、こういうこともね、ちょっと踏まえて、理解していただければと思います。で、今ですね、
あ、すみません、その前ですけども、原理主義で、広いですね意味も合わせて、紹介しておきたいと思います。歴史的な起源については今お話しした通りなんですが、ただですねアメリカ起源だというだけではね、これはやはりこの言葉を、ちょっとなんていうかな、狭く使いすぎなので、先ほどから言ってますように近代化世俗化に抵抗しつつ、それをですね超える文明論的な原理を掲げる思想的政治的な運動としてですね広く理解することによってですね、例えば、アジアの近代史においては原理主義的運動はしばしばナショナリズムと結びつきですね、広い意味を踏まえることによって、異なる時代や地域に通底する共通要素を洞察することが可能になります。ですから学問というのはですね、言葉をやっぱり正しく使う、曖昧に使うとね本当にぐちゃぐちゃになってしまいますけども、狭い意味で使っているのか広い意味で使っているのかということをきちんとやることによって、今まで見えなかったものがねさーっとやっぱ見えてくる場合もあるんですよね。そういう言葉として原理主義を、意図的にね使うこともできます。でここで例でですねガンディの非暴力抵抗運動も広い意味で言えば原理主義運動です。これは普通、そんなガンジーはですねもう非暴力で言ったんだからそれと反対でしょと思うかもしれませんが、ガンディーがこだわったのはですねアヒンサ、ノンバイオレンスっていうですねまさに原理ですよ。この原理を貫徹することによって植民地的なですね暴力に立ち向かっていったわけです。ですから彼はですね広い意味で理解すればですね現代におけるですね原理主義運動、それを非暴力的にですねそれを展開した人物として理解することもできます。でこのあたりですね、私が書いた本の中にもちょっと引用を、取っておきましたので、これも、読んで参考にしていただければと思います。はい。で最後にですね、イスラム復興運動の源流ということで先ほど来お話ししているですねムスリム同胞団がその一つです。でこの歴史的にはですね1928年、ハサン・アル・バンナーによって設立されて長らく非合法とされてきてですね、そして内部でも、分裂をします。より武闘派集団とですね分かれて、ハマスなども、その一部なんですけれども、こういった歴史があったんですが、アラブの春以降ですね大きく状況が変わりました。2011年6月6日にですね、同胞団による自由公正党がですね政党として承認されるんですね。これはもう画期的なことでした。大きくですね本当にそのエジプトが変わるなということをですね期待を持ってこう予期させるようなですね出来事であって、そして翌年のですね6月30日には同胞団出身のですねムルシ氏が大統領に就任します。こういうことも本当にちょっと今までのエジプト史ではありえなかったことなんですね。ですからアラブの春のですね効果ということを私は本当にこれ感じました。で今だからもうちょっと話してしまいますけども、実はこの直後ですね私エジプトに行ってまして、ムルシ大統領をですね、同志社に呼びたいということでだいぶで画策しました外交筋とかですね、それから同胞団の人にもね声かけてですね、いや京都いいとこですよって、言いました。伝統文化が息づいてですね、いや東京行くより京都来てくださいということでですね本気で来てもらおうと思ってたんですが、こんなことになったんですね。2013年7月、軍事クーデターでムルシがですね、大統領を解任された後、今に至ってますけども同胞団がですね弾圧の対象になってます。この変化はですね本当に予想できませんでした。ですから一時ですね本当にアラブの春らしい春のですね雰囲気も感じ取ることができたんですけれども、その後ですねもうなんかムバラク時代よりなおですね寒い冬の時代をですねこれからもしかしたら迎えるかもしれない。結果的にですねその振り子ガーッと触れたんですね。軍事独裁政権かつてのですねムバラク体制に近いところにまでですね振り子がですねまた戻ってるっていうふうな状況にあります。エジプトはですね中東の一例ですけれども、他の国々においてもですねこの触れ大きいか小さいかは別々多少違います。エジプトがですねこの振り一番大きかったんですね。ここまで大きく揺り返すとは思ってませんでしたけれども、このですね振れの中でどこでですね落ち着くかっていうことがですね今中東における今後の安定にですね重要な役割を果たすということになります。はい。来週はねまた別の例をちょっと紹介したいと思います。で原理主義についてはですね参考文献一応挙げておきました。古いものからですね、この言葉が一番使い始めた1992年の頃からですね、ユダヤ教に注目したものとかですねアジアのものを含むもの、それから私もね書いている2006年の PHP の、
本までですね、こういうものを挙げておきましたので、まあ、関心がある人はですね、こういうものを取りながら、原理主義とは何かということについても理解を深めていただければと思います。来週はね、今日の話をベースにして、政教分離のことについてお話をします。はい、では今日はこれで終わります。